モントライゼは、日本の競争馬。2020年の慶応杯2歳ステークスのカチューマで、ある。場名の意味はドイツ語で、ガツ旅行、母名から連想。2018年4月4日、北海道阿比町のノーザンファームで誕生。一口橋法人キャロットファームから総額3000万円で、募集された。ノーザンファーム早北で、育成の後、立党の松永三木お給舎に入居した。 6月13日の阪神競馬場で行われた2歳新馬戦に、川田正宮尾安城で出走。1番人気に押されたが、2番人気の九州三馬、ヨカヨカに、頭差の2着に敗れる。2戦目の未勝利戦では2着に大差をつける圧勝で、初勝利を挙げた。重賞初挑戦となる9月6日の小倉2歳ステークスでも、単勝1.8倍の1番人気に支持され、 道中2番鉄追走から押し切りを図ったが、メイケーエールに差し切られ2着に敗れた。続いて11月7日の KO 杯2材ステークスに、クリストフルメールとのコンビで出走。2番人気に押され、レースでは直線で先頭に立つと最後まで押し切り、2着、ロードマックスを首差で退けて、重傷初制覇を果たした。続いて、アサヒ杯フューチュリティステークスに出走。 レースでは前半600立方メートル3秒7のペースで後続を突き放す。逃げの手を打つも直線で足がいっぱいになりグレナディアガーズの10着に敗れた。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。